もしですね、二次元人がこの姿を見たとしたら、きっと四角形が縮んだり伸びたり縮んだり伸びたりっていうふうに変化してるっていうふうに見えると思うんですね。で、角度を変えてみれば長方形が本当にこうに細い長方形になったりだとか、あとその角度によってはいびつな六角形に見えたりするんですね。ですから二次元人が見たとしたらですね、この姿っていうのはどん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 なんかいろんな形、六角形になったり四角形になったりしてるっていうふうに思うと思うんですよ。でも僕たちは三次元についての認識があるから、これがまあこういうそのカード、タオタオカードが入っているボックスの形だっていうことが理解できるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。今僕はかつて何百年か前に、黄金の町っていうふうに言われた場所に来ています。で、ここの土地っていうのはもともとですね、たくさんの錬金術師が集まっていろいろな研究をしていたっていうような歴史を持っている場所なんですね。で、そこではもちろん、こうに錬金術師ですから、その金を作るだとか不老不死になる何かこうに賢者の石を探すだとか、いろんなもちろんその探求の仕方があると思うんですけど、その中のテーマの一つの中に僕は認識っていうものがあると思ってるんですね。で、今日話していきたい内容っていうのはその認識なんです。その認識の扉を開いていくための一つの道筋といいますか、アイデアといいますか、昔からもうずっと伝わっている、まあ、あるその構造っていうものがあって、で、一応それについては僕の方からその名前っていうのを伝えることはできないんですけど、一応僕の頭の中には入っているものがありますので、それをもとにこうやってここから何というか、要するにこうネタ元は言えないんですけど、そこの今僕の中の頭の中に入っているその図形についての話っていうのは、包み隠さずですね、むしろそこを実際に使えるような形に、僕の方がこうに探求している内容も含めてですね、お伝えしていきたいなというふうに思っています。で、まずその認識っていうことについてなんですけど、僕たちはついというか、大抵ですね、何かを始めようとするときに、それについての知識、情報が必要だっていうふうに思いますよね。で、ちょうどこっちに来る前に日本である方と話していたときにですね、聞いてすごくこうに面白いなと思ったのは、最近起業するための何かそのビジネススクールみたいな、しかもそれ結構高額なものっていうのが流行ってるんだよねっていう話を聞いて、へえと思ったんですけど、場合によってはその何百万もするようなものなんですね。で、そこに行くとその起業の仕方を教えてあげますみたいな話らしいんです。で、もちろんそういった情報を集めたりだとか、そこで学んだりだとか、そこでつながる人脈っていうのはすごく価値があるものだというふうに思っているので、僕はそれを否定するわけではないんですけど、でもそれぐらいのお金があるんだったら、なんかこうに失敗するつもりで一つでも二つでもビジネスを実際やってみた方が認識が得られるというふうに僕は思ったりするんですね。もちろんこう情報も入ってきますし、そのある種の認識っていうのがどういう意味でここで使ってるかっていうと、僕は、例えば新しい情報を知る、何かの知識を増やしていくっていうことは2つの側面があるというふうに思っていて、認識を開いていく、認識の扉を開いていくっていうような、まあその情報の増やし方と、むしろですね、その認識を狭めていく、よく例え話でするのは色眼鏡の話ですよね。赤いセロファンを通して世界を見るとですね、どうなっているかっていうと、赤が見えなくなるっていうことなんですよ。僕たちは色眼鏡をどん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 、要するに何かをしたいと思った時に何かの情報を集めようってして、そしていろいろな情報を知って、あ、こういうやり方があるんだ、こういう正しいやり方があるんだっていうことを知っておくと、まあいい面もあるし、
もちろんそれが行動にもつながることがあるからいい面もたくさんあるんですけど、一方でこういう危険性があるんじゃないのかなと思ってるのは、そのことによって見えなくなっていくことがどんどん増えていくっていうことなんですよ。で、こういう知識の増やし方をしてしまってる人っていうのは意外と多いんじゃないかなというふうに思うんですね。僕がこれから話していきたいのは、何かこうやってこういうに知識として役立てていただくというよりは、色眼鏡の外し方みたいな話なんですね。自分の人生を謳歌するために使っていくことのできる認識のパワーというものがあります。パーソナルパワーというものがあります。で、ただ僕たちは小さな頃からたくさんの情報を受け取ってきて、価値観を押し付けられてきて、そして、知らず知らずのうちに思い込みをどん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 作っていって、すでに持っているパワーを忘れてしまってるんではないかな。まさにそれが錬金術師が、ある錬金術師が探求したゴールドというふうに言うことができると思うんですね。で、その部分を思い出すと言いますか、取り戻す、そういうサポートをするようなことをやっていきたいなと思います。で、これから話していく部分っていうのは、ある種ここにこれまでの思い込みとだいぶ違ったそのぶっ飛んだような話も出てくると思います。で、例えばその宇宙がどうやって始まったかっていう、そのマッキー流の宇宙開闢の歌みたいなこともして、ちょっとここに話の中では触れたいなというふうに思います。ただこれは